マリアナ諸島、マリアナ諸島、マリアナ諸島は、ミクロネシア北西部の列島。東の北西太平洋と西のフィリピン海の境界に、位置し北には、小笠原諸島、南には、カロリン諸島、東には、マリアナ海溝がある。南北約8 0 0キロメートルに連なる、約15の島から構成され、北緯13度から21度、 統計144度から146度の間に、古上に広がっている。南端のグアム島を除く島々も、北マリアナ諸島、サイパン島より、北の島々を北部諸島、ノーザン・マリアナアイロンズと呼ぶ。全域がアメリカ合衆国領であるが、グアム島と北マリアナ諸島は別の行政区画である。両者とも抗議の遵守。 テリトリーとされる自治的未編入地域であるが、単なる、競技の遵守にとどまるグアムと異なり、北マリアナ諸島は、米国自治連邦区、コモンウェルスの地位を与えられている。この島を訪れたカトリック司祭で、イエズス会宣教師、ディエゴ・ルイス・デサンビトレス、ディエゴ・ルイス・デサンビト・アーズが、スペインをフェリペ4世の王妃マリアナ、マリアナでオーストロ、 神聖ローマ皇帝フェルディナント3世の娘にちなんで、17世紀初頭にマリアナの島、アイラスデラスマリアナズと名付けたことによる。総面積は1二2 6平方キロメートル。最高峰はアグリ半ン島の965メートルで、これはミクロネシアの最高峰でもある。諸島は巨匠であり、すべての島が火山起源であるが、 南部のグアム島からファラリオンでメディニラ島までは古い火山で長い間活動しておらず周辺の産後礁がよく発達している。北部諸島の9つの島は地質学的に新しく452もの火山が現在も活動している。島や地形によって一律の気候ではないが海洋性熱帯気候。は7月から10月、寒季は11月から5月で、 風が吹く。年間降水量の60%が、うっきに降る。年間平均気温は28度、平均湿度79から86%。台風災害が甚大で、2002年のグアム島を襲った巨大台風ボンソナでは、ライフラインや家屋に大きな被害をもたらし、グアム博物館も被災した。2004年にマーシャル諸島で発生した巨大台風、 チャバ、台風16号は、マリアナ諸島を通過し、日本列島を縦断し、甚大な被害をもたらした。元々の住民は、チャモロ人である。1521年に、フェルディナンド・マゼランがこの島々を発見。マゼラン隊はこの島に立ち寄った直後に、チャモロ人といざこざを起こし、報復行為と称して、彼らを虐殺している。1667年に、 スペインはこの島々を彼らの植民地、スペイン領、マリアナ島とした。以後、入植人口が10万人に増えた一方、チャモロ人は、スペイン人が持ち込んだ薬病で数を減らされていった。米西戦争によって、最南端のグアム島が1898年に、アメリカ合衆国に割上される。これ以降、現在に至るまでグアムは、他の島と、 政治的に異なる立場となる。残る当初も2500万ペスタでドイツ帝国へ売却され、正式な領土化は翌年、ドイツ領ニューギニアの一部となった。1914年、第一次世界大戦が勃発し、連合国側に就いた日本軍はドイツ領マリアナ諸島に侵攻し、実効支配下に置いた。戦後発足した国際連盟によってマリアナ諸島は、 日本の委任島治療と認められ、サイパン島を中心に日本人による食産工業が進められた。その結果、サイパン島、グアム島、テニアン島は太平洋戦争中戦略上の要衝として多くの民間人を巻き込んだ地上戦の舞台となったマリアナパラオ諸島の戦いを参照。また、アメリカによる占領後のサイパン島、グアム島、テニアン島は 日本本土に対する戦略爆撃の基地として利用された。戦後、グアム島は戦前の地位を回復し、1950年には自治権を得た。北マリアナ諸島は1947年、国連の太平洋諸島新託統治領、すでにアメリカ領となっていたグアムは含まないの一部として、ありかの統治を受け、1986年、アメリカに併合された。 2000年代、チャモロ人は、アメリカ本土やグアムにも散らばり、約1万9000人が、マリアナ諸島全体で暮らしている。2010年8月22日18時、日本時間大規模地震発生。マゼランが、マリアナ諸島に到来後の1668年には、約10万人のチャモロ人が居住していたと、推定されている。1710年のスペインの調査によれば、 居住人口3000人強まで激減した。1800年までには、居住人口は4000人まで戻ったが、チャモロ人は2108人まで減少して、残りはフィリピン人やその子孫、スペイン人などである。1830年までには、人口も増加し、チャモロ人も2652人に増えた。百八十六年では、マリアナ地域、グアム、ロタ、テニアン、 サイパン居住者9770人で、チャモロ人は8361人で、根結が進んだ。2000年の人口調査では22426人、内グアム島が154805人、北マリアナ諸島が69221人、北マリアナ諸島の内ロタ島が3283人、テニアン島が3540人、 サイパン島が62,392人、北部諸島が6人。2010年の調査では、マリアナ諸島に229,182人、そのうちグアム島が1 8百8 6 5人、北マリアナ諸島が4万人で、グアム島に圧倒的に集中している。北マリアナ諸島では、ロタ島に約5%、テニアン島に約5%、 サイパン島に90%が生活している。2000年調査の人口分布では、14歳以下の子供が27.8%、15から64歳が65.2%、65歳以上が7%となっている。北から順番に以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。